援団の中の吹奏楽部ってどんなとこ？よいしょー。というわけで本日のゲストは渡辺オーケストラさんです。どうぞよろしくお願いいたします。明治大学応援団で吹奏楽をやられていた、そうです、先輩でございまして、はい、まあ一般的な世間の吹奏楽部と、あと応援団の中に位置している吹奏楽部の違いをちょっと深掘りできたらなと思って。なるほど、どう違うとか。まあ、全然違いますよ、そんなもん。全然違います。全然違いますよ。普通の吹奏楽部ってこんなことやんないから。応援もしないと、まずそうです、手を叩かない、手を叩かないその高校生とか中学校とかで、はい、まあ、あの野球の応援自体は私は普通にやったことあるんですよ、やったことあるんですけど、普通って吹奏楽部って奏でる、奏でる、はい、そう、奏でる部活だから、はい、声は出さないし、うん、その野球与えられた楽譜を演奏して、暑かったねとか言いながら、はい、ルールわかんないねとか言いながら帰るっていうのが普通の吹奏楽部、はいはいはい、まずその応援団吹奏楽部です。じゃあ明日、応援の練習があります、うん、1年生に言われて、はい、応援の練習、応援に練習ってなります、必要なのか、曲の練習かな、はい、場所は、あ、体育館、体育館、体育館、応援の練習、楽譜、あ、楽譜いらない、いらない、え、いらない、い、楽器いらない、いらない、え、どういうことですか、はい、で、あの、ダンジャージだけ持ってきて、はい、ダンジャージ着て、あ、そんなのあるんですか、あ、ダンジャージってない、何か、なかったです、あのね、全部、そのチアとか吹奏とかリードとか関係なく、はい、その応援の練習をするときに着るダンジャージっていうトレーナーが、サングもみんな一緒の、T シャツだったらよかったジャージだった、ダンジャージ、スーパー、そう、で、それをあの与えられたのだけ持ってこいって言われて、はい、どういう練習、吹奏楽部って何だろうって、まずその実際の野球応援を想定して、1回から9回まで、9回まで、そう、お客さんがいることを想定して、はい、声出してくださいとか、いないけどやる、いないけど、そコント、野球応援みたいなのをやる、やる、でもそれは本当にそうですね、そう、本当にそうなの、はい、コントだよね、あんなもん、はい、ただ尺が3時間っていうのがそう、だいぶ単独公演だよね、もう本当に、見てらんないことですけど、 そうそう、それをいきなり何の情報もなしに生かされて、はい、で、なんか行ったらもう2年生とか3年生とか、はい、声出してかーってやってて、吹奏楽部の、うん、で、もちろんね、リーダーの方とかこうやってわーってやってたりとかして、チアもなんか汗楽で踊ってるし、うん、で、しかも、そう、今はわかんないですけど、当時って、その別に経験者だったけど、楽器、あの、1回目は楽器持たせてもらえないのがあって、はい、確かほんと拍手と声出しと、なんかその流れを覚えたりしながら、それの洗練させるために楽器とかも持たされてる、はい、吹奏楽部あったんだけど、感じの多分普通の吹奏楽部でこれはない。元気よーく、なんか文化的にはどうですか、なんか応援団のノリというか、あ、めちゃめちゃあるよ、縦社会とかもしっかり、もしっかり、しっかり、基本的にはその吹奏楽部といえど応援団だから、はい、まず学校内で先輩になった時とかは、まあ、男子だったらじゃあ失礼しますみたいな、はい、挨拶しなきゃいけないみたいな、吹奏楽もやんなきゃいけない、はい、チアの先輩、リーダーの先輩、吹奏の先輩にキャンパス内で会ったら、あの女子だったらこんにちは失礼しますって言わなきゃいけないんだけど、はい、リーダーってさ、まず学年来てるから、そうなんですよ、そう、応援団だって分かる、その人ですって言ってる、そう、だからあの大声でキャンパス内で挨拶されてて、はい、あの、あ、応援団なんだな、あ、応援団の後輩が先輩に挨拶してるんだなって説明がいらないんだけど、はい、吹奏と違って私服なのよ、キャンパス内で私服の人が私服の人に大きい声でじゃあ失礼しますって挨拶してる謎現象が発生する。え、確かに当時違和感なかったけど、いや、おかしいよ、ですね、異常なのよ。しかも吹奏楽部ってみんな運動嫌いで入ってきたようなやつらだから、はい、広いのよ、応援団とはまさか思わない見た目の男女がいるから、ね、はい、じゃあとかじゃあみたいな感じになるじゃない説明つかないわ、それ、そう、それがすっごい恥ずかしくて、はい、で、後輩はやらなきゃいけないからやるのよ、全力で、全力でやるの、はい、先輩が嫌なんだよ、2年生とか、はい、うわ恥ずかしいってなるから、あの、慣れてくると1年生とかが、あ、あれは先輩だって気づいて駆け寄ってくる、この1歩目の時に
ていうのをやってた。あ、やりますよ、ね、お互いにもうあうんの呼吸で、もうちゃがここまで出かけてるけど引っ込めるみたいなみんなでやってた。え、でも私服だから、うん、そのまあ、僕らも吹奏楽の先輩に挨拶しなきゃいけないんですけど、入部したては、うん、もう私服なんて分からないんですよ。分かんないだろうね。そうだよね。そうだそうだそうだ。で、なんかこう、うん、たまたまこう鉢合わせてなんか、はいはいはい、見覚えある顔だなみたいな、うん、え、クラスメートかな、どうかなみたいな思って、あっ吹奏楽の先輩だ、うん、ってなった時にはもう10秒ぐらい目合わしちゃってて、うわーやばい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 、無視してるみたいな、はいはいはい、で、その梅田が無視してたってなんか広告が入ってつけられちゃった。リーダーの先輩に無視すんなところで分かんないよね。分かんない。でも向こうは分かるんだよね。そう、学ランだから。怖いね、それは。あとはその、まあ、やっぱりその礼儀ちゃんとしなきゃいけないっていうのもあるんだけど、なんか謎の縦社会ルールみたいな あって、その吹奏楽部、はい、本来の吹奏楽部だったらない。まず、普通の練習よ。普通の合奏前に、一回楽器出す前に、本当に集合するの、はい、応援団だ、応援団と同じ、こういう感じ、そうそうそう、あの神宮前でやるやつ、はい、あ、こうやって、こうやって作ってそうそう、を普通に合奏場前とかでやる、はい、で、一回その集合してなんか気合い入れてから合奏場に向かうみたいな、いるで、まあ、じゃあ合奏の準備できました、練習始めましょうかの前に、はい、出欠確認、おー、じゃあ3年誰誰はいみたいな、はい、一人呼ばれて、一人一人でっけえ声を出して、はい、まだそこまでだったら分かんない返事、もしくはちょっとしたエピソードトークで人笑い取れみたいな、はい、文化があって、まあ、エピソードトーク人笑い取んない人もいいんだけど、はい、じゃあ誰誰はい誰誰本日、2限の時に、誰々先生、誰々先輩をお見かけしたのですが、眠っておられました、失礼しますみたいな、そのうちのだけで受けるぐらいの、はい、まあね、こうちょっとしたエピソードトークをするっていう謎の文化が毎練習、そう、あって、毎練習あって、しかもその時に、まあ、もうなんかそのいじられた先輩とかが、いえ私はやっておりませんいえはいとか、なんかその応援団のテンションで、はい、おボケに応募せればならぬみたいなめちゃくちゃ面白いですけどね。だってそれを吹奏楽部で知ってる50人くらいいるの、はい、それだけで20分くらい経つ練習しようぜすごい思ってた。そうですね、確かに、ね、しかも応援曲がいっぱいあるじゃないですか。いっぱいあるよ。なんかもう世間的には多分狙い撃ちとか、うんうん、ハイパーユニオンとかは、はいはいはい、多分明治といえばだと思うんですけど、うんうんうん、いっぱいあるんですよね。めちゃくちゃある。第一応援歌から第4応援歌って、それ学生歌って、なんかそのお、なんか楽しい交友系以外の応援曲だけでなんか6、7曲ぐらいありますよね。それをね、1年生の時全部吹けるようにして、はい、歌詞を覚えるか、はい、歌詞覚えてました。歌詞覚えてたね。1番は少なくても覚えてた。でもその、うん、吹奏楽の人って覚えても、うん、歌う機会ってないですよね。ないのよ。で、これね、一個だけ穴場の滝があって、はい、穴場っていうか、逃げられないの。おみんなその吹くじゃん。はい、歌えない。打楽器口開いてるの、はい、だから打楽器の1年生とか2年生とかは歌わないと怒られるの。でっかい声でしかも、ね、演奏してるの難しいです。シャン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 やってて、めっちゃ難しいじゃん、はい、弾き語りみたいなもんよ。はい、弾き語りの応援団バージョンです。打楽器はでかい声で行ったら、でかい声だったら音程もずれちゃうかもしれない。そうそうそう、このリズムとかずれちゃうんですよ。だからもう、はい、おーめいじー難しいことやらせて。あ、そうなんだ。そうで、え、覚えたのって言ったら、いやちょっと怪しいところがあるとか、正直、はい、え、どうしてるのバレないって言ったら、わーって言ってとりあえずわーってなんか走ってるテンションで、はい、乗り切ってね、こいつめっちゃ頑張ってんなってなるんですよ。そう、めっちゃ頑張ってるから気合入ってんじゃん。そう、評価されるんだよ、それで、はい、歌えてなかっただけなんだ。そう、歌えてなかっただけなんだよ、あれ私とかは経験者で入ってきたけど、はい、初心者の人とかは大変だったと思うよ、普通の吹奏楽部よりも。応援団の吹奏楽で吹奏楽始める人って結構多くないですか。
多い。なんか半分弱ぐらいいましたね。そうだね。でもやっぱそれはその元々スポーツ高校時代運動部とかだったけど、うん、だったからこそちょっと応援団に興味がある人とかがやっぱ多いかな。しかもその、まあ、男子で応援団入るってなったら、うん、まあ、僕らの時はまあリーダーかブラスバンドの男子かしかなかったんで、うん、リーダーはちょっと体動かすの自信ないし、ないっていう人が、そう、楽器やったことないけど吹奏楽入るんですよね。そう、私は声を大にしていたい。楽器なめんなら楽器なら体力なくてもできるし。そうそうそう、ま、結構男子入るんですよね。そうそうなのよ。まあ、なんかいいんだけどね、全然いいと思うんだけど、なんか応援団の吹奏、応援団だし楽器そんな上手くなくても大丈夫でしょって思われてるんだろうなって風潮はちょっとだけ嫌だ。一番難しいことやってるんですよ、吹奏楽と。やること多いのよね、結局これもやるじゃん。そうそうそう、練習でさっき言ったけどさ、声も出すし、これもやるしみたいな。そうで、しかもあの私の時って、1年生の時にリーダーみたいなのがちょっと一応入った配分になって、ね、今リーダー指導班として復活してるの、はい、なくなっちゃったから、じゃあ今まであのリーダーこっちの人たちがやってたような仕事、はい、例えばその旗を持つとか、うん、エクを振るとか、うん、エールを振るとか、そう、エールを振るとか、はい、太鼓を叩くとか、うん、そういうのも全部いきなり吹奏部しかやらなきゃいけなくなっちゃった時で、はいはい、だから今までその吹奏楽部男子なんて本当に広いやつしかいない、うんうん、もう本当みんなあののび太くん全員同じ、そう、デアでかけてあの細身で、あれ吹奏楽部、僕吹奏部体験です本当だ、はい、そう、同じ工場で生産されましたよね。こんな人たちばっかりなんですよ。それがいきなり力仕事やら、はい、そのリーダーっぽい業務やらをやんなきゃいけなくなった時だったから、はい、まさかそんなことをやるためにフルートを吹きに来たのことじゃないのにみたいな思ってる人いっぱいいると思うんですね。なんか吹奏楽の男子はやっぱそういう時にやっぱ駆り出されたりしますよね。駆り出されるよね。ボールとかもやってたし、うん、でもやっぱそのなんだろう、みんなリーダーの人って1年の時から、まあ、コツ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 さ、はい、やってこられてるからやっぱ上手じゃない。そうです、ね、それだけをやってます。そう、それだけを専念してもずっとやってるから、はい、で吹奏男子がいざじゃあ急にやってなんて言っても、はい、引き出しがないんだよ、はい、体力もなければ引き出しもなくて、一、はい、回なんかその野球のさボードでさ、なんかかあの勝つぞ明治だった、勝つぞ明治ですお願いします、せーの勝つぞ明治とか、そう、はい、あのタンタタタみたいなボードあるじゃん、一、はい、回あの趣味がすごく長引いちゃったことがある、はい、あの趣味中にそういうのやるじゃん、はい、その時にあんま楽器使えないから声が、ね、中心になるんですよね。そうそう、でもうボードのやつが吹奏なんですから、はい、もう勝つぞも言った、ファイトも言った、守れも言った、ストライクも言った、はい、どうしよう、言うことねえ、うん、みんな友達えーってなってくる出てこなすぎて、意味わかんないボケ出てこなかったとしても絶対出てこないみんな友達、そう、もう今日は応援に来てくれたみんな友達だみんな友達参りますとか言い出したあれ怒られたんから褒められたんからどっちだったんだよ。いやちょっと褒めちゃいそうですけどね。でちょっと面白かったもん、はい、未だに覚えてる、和みそう、ゴーゴーノーハイ大丈夫お前は一人じゃない、フレーフレーノーハイ君と一緒に声を上げるよ、勝っても負けても明日もまた元気よ。Thank you.